アルバイトをたくさん雇わなきゃいけなかったんでね、学生も含めて教員も含めて学会運営って大変じゃん。でその時にもちろんいろいろなそれぞれの合ってる内容っていうのを俺は俺なりに知ってる学生とかを思い浮かべながら、ここで働いてくれたら一番パフォーマンス発揮するだろう、教員も向き不向きがあるから、こんなとこ行っちゃうと多分力発揮できないからこっちやってねとかさ、で俺らに考えたんだよね。でその時にそのスタッフを支えてもらうスタッフアルバイトでお弁当をこう配ったりとか、コーヒーあれですね、参加者にお弁当を配るんじゃなくてスタッフ、参加者を支えているスタッフにお弁当を配るっていう、うん、とかコーヒー入れて回るとかさ、美味しいコーヒー入れてくれるとかさ、うんうんうん、お疲れ様ですとかっていう、誰がいいかなと思ったらさ、うちの学生誰も思い浮かばなかったんだよ、うんうんうん、教員も誰も思い浮かばない、うんうん、なんでかちょっと俺ら彼らがコーヒー入れてるとこ見たことないし、でホスピタリティを発揮してる光景を見たことがない、だから誰も浮かばなかった、うん、その時に浮かんだのがうちの付属の子たちにコーヒー入れてるところね、うんうんうん、あの子たちコーヒー入れてくれたら俺は嬉しいと思った、そうですよね、一生懸命コーヒー入れてるとか、あの見てますもんね、学校行ったら入れてくれてさ、ね、全然嫌な気持ちしなかったからさ、 そこをだから浮かばなかったんだよね、他の人が、うんうんうん、っていうことはどういうことかっていうと、うんうん、彼らが一番合ってるんだろうと思ったんだよ、うんうん、で俺は早速あの彼らをアルバイトとしてね、うんうん、雇いたいって言ったんだよね、うんうん、でちゃんともう最低賃金、うんうん、当時ね調べた平成28年のことなんだけど、うんうん、新潟県の最低賃金753円、うんうんうん、で私が俺らは学生のスタッフを900円、時給900円、大したあれじゃないんだけどね、そんな偉そうに言うほどじゃない、うん、でも900円でやる、うんうん、で彼らに対してもそれは同じだって俺は言って、うんうんうん、みんな900円で一律で俺大学生に払うのも特別支援学校でボランティアというか手伝ってくれている高校生に払うのも一緒同じ金額っていうところにこだわった、だって一番仕事が合ってるんだから、うん、うちの学生にそのコーヒー行ってもらってお弁当配ってもらうのに900円払うぐらいの彼らの方がいい仕事すると思ったんだよ、うんうんうん、同じ金給料でいいわけ全然俺の中で、んで行ったらさ、あのいやいやお給料お金いらないですから、あの彼らのためにも、うん、あのなる仕事として今その学んでるところだから、うん、あれですよね、その高校生特別支援学校の高等部の子どもたちを連れてきた先生が、うんうん、この子たちにはっていうふうに説明したってことですよね、うん、この子たち、そう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 、この子たちは一応まだね、うん、そのアルバイトをするほどのっていうけど、いや違う、俺はアルバイトとして頼んでるんだから、うんうんうん、900円払うしたい、払うしその辺の仕事してもらうからって言って、それを言った時に、うん、そのお金は いらない、いるみたいな話だったんだよね、いるんだって、俺は俺がその仕事をしてもらうのにただじゃ働いてもらえないって思ったんだよ、うんうんうん、でその時のその考え方って何かって言ったらば、うん、やっぱりその彼らの仕事への正当な評価っていうところはちょっと学校の先生もっと言ってもいいんだよね、うんうんうん、その仕事だったらうちの生徒も完璧にできる、うんうんうん、900円もうそれこそ、うんうんうん、ぜひって言えばいいんだけど、うんうん、いやいやまあまあまあって話だね、その人さの理由がさ、うん、結構な金額になるんだよ、3日間あったら、まあ確かにね、25,000円自由に使ったことがないぐらいの金額になるわけですよ、そうだからその25,000円を手渡しでするっていうか、それもちょっとんちょっとビビってたじゃん、ドキドキじゃん、でも俺はいや手渡しでしょだって、もう学生の時なんかみんなハンコ持ってもう嬉しそうに押してるんだよ、ね、そうですね、確かに確かに、手渡しですよ、いやそんな給料ぐらいね、そうだからさ、あのそういうふうに言うか、もうちょっとそこでさ半分切れかかったんだけど、だったらそのもらったお金をどう管理するかを教える必要があると思ってんだ、うん、仕事のあれじゃなくて、そうですね、最終的にはあの折れたって言い方変だけど、こっちが言う通りにさ、うん、やってくれるようになったの、うん、まあ変な話だけどね、うん、25,000円手渡しに働いてもらって、で子供たちにさ、今さっき出したんだけど労働条件通知書、まあ、ある種のこう契約を結ぶために、はいはいはい、契約書ですね、そう、俺はちゃんと説明に行って君たちを雇いたい、で一応どういうコンセプトでこの会は開かれてるのかと全部説明して、学会のそうですね、そう、うん、君たちにぜひそういう頼みたい、うん、心を込めた、うん、愛を込めたコーヒー
一杯入れてほしいとかさ、そういう説明したらあの子たちがさ素直だから、うん、愛を込めるっていうのがだけ入ってるんだよね。すんごい入ってたんだよ。だからもうコーヒーの出し方がさ、ね、コーヒーありましたってすごい元気に言ってくれるんだよね。あれめちゃめちゃ愛を込めて出してくれます。めちゃくちゃだ。またさ、先生も一応サポートしてくれてるんだけど、うん、愛の込め方が微妙だとさ、また指導も入ってる。なかなか足りない。そうそうそう。ちょっと今の渡し方だって。まあそれはいいよね、全然ね。OJT でオンザジョブトレーニング。そうですね。え、なんか書くんですか。聞いてて思ったのが、あの子たち、うん、特別な支援が必要な子たちの。うん、まあ、デコボコがやっぱり能力というか働くことに関する、もうちょっと上で、あ、その辺働くことに関する能力ってやっぱりある程度こうデコボコしてるんですよね。まあそうだね。こんな感じですかね、うん、やっぱりまあ何かずっと記憶しておくとか、うん、臨機応変な対応とかっていうところは低いかもしれないけど、うん、さっきの思いやりを込めてコーヒー提供するとか、うん、元気な挨拶するとかっていうところは、うん、ズバ抜けて高かったりするわけですよね。うちの学生なんかも全然愛想ないんだから。そう、一般的にこう、なんていうんだろう、求められてる力、一般的な人がこう平らでこの辺にあるとしたら、あれですよね、やっぱここの部分が、うんうん、コーヒーの、コーヒーだったり挨拶だったりして、ここの部分の仕事をしてもらってるんだったら、やっぱり最低賃金よりも上の仕事をしてるわけだから、そうそうそう、きちんと賃金を上げてほしいってこと、ね、そう。平たく確かに他の仕事をお願いしちゃうと、そこが逆に、ね、逆にこういう部分の仕事を頼むんだったら、まあ今みたいな話になっちゃうんだよね。足りないから最低賃金は出さないというか、除外していく意味は、意味というか理由には話が出てきちゃうんだよね、文脈的に。そうですね。で、結局この仕事を、彼らのこの部分の力をいかに見出して、うん、そこに合った仕事を割り振っていくかというか、そうなんだよね。そこが大事だよって話ですよね。そう、だからたまたまだったとは思うんだよね、うん、その時も初めから雇用しようとは思ってなかったの、うん、だいぶ予算的にうちらもやっていけるなっていうのをやってた時に、うん、スタッフがみんな元気に働ける方法は何かないかって考えた時に、うんうん、その今言った、ここですよね、そこの力を誰に頼もうかって言ったら思い浮かんだんだよね。ここがコーヒー、コーヒーなんですね。そうで、俺はコーヒーを入れてるとこを見たっていうのが結構重要なんだよ。働けてるぞ、うん、そこはって、うんうん、コーヒー入れなっていうこの、そう、彼らの部分の力がね、むしろそこだけならすっごいいい仕事をしてるのは間違いないから、ね、っていうところのその働き方の部分、働かせ方っていうと言ったらあれけど、そのなんていうのかな、企業さんたちにさ、そこでもっといい仕事で、そういうのがいっぱい集まってきた方が、おそらくこの先の社会はさ、平たく何でもできるっていう人をそんなに求めないじゃん。そうそう、このピンクの人ってこれからの社会別に求められなくて、ね、ピンクの部分は機械に変わっていくっていうのが大事ですよ。どんどんね。で、やっぱこの赤い部分をいかにこう見出して、いかにジョブマッチングでこの仕事を見つけていくっていうところが大事になってくる。そう、なんかそういうことを考えながら、うん、俺らも考えながら いないと、うん、なんとなくそういう見つけらんないしさ、ね、企業さんの事情ばっかり合わせてたら、そこに行かなかったりするからね、うん、だからやっぱりその辺のその進路を考えていくときには双方でね、その辺考えて、実際やるでしょうね。学会やって参加した人たちとか理事 の、うん、あの方々から言われたことって、そう、これが良かったよ、良かったよっていう、これと花火ですね。そう、だからそれでさ、俺らすぐなんかそういうの一つ聞いちゃうとさ、味しめちゃってな、なんか同じこと、それもちょっとな、いや、ほら、うちの学校で、うちの学校じゃないや、うちの大学で雇用している、うん、その特別支援学校の卒業生の方が本当に仕事が徹底してて、うんうんね、放置自転車の、うん、あれですよね、放置自転車にここに止めないでくださいっていう張り紙を貼る仕事を頼まれたらしくて、その彼は本当に徹底して貼ってくれてて、我々だったら判断に迷うようなものをとにかく毎回毎回貼ってくれてて、彼がその仕事をしだして1ヶ月ぐらいで一発後の周りの放置自転車ゼロになったって言ってました。マジか、すごかったですよね。その話聞いた後、その方が有川先生の車に貼ってたんですよ、ここに止めないでください。あ、
そうなんだ。そうそう、で私それをね、あの温かく見守ってます。いいぞいいぞとか思いながら放置自動車止めちゃいけないとこに車止めなんか俺3回ぐらい思ったあれあそれ別にあのあれ大学の先生のだからいいよっていうこともできたと思うんですけど、いやいいよ、いやもうあれ見たらもういいぞいいぞと思ってだろ、応援しちゃいました。最近俺の部屋結構遊び